ふう。お、もういいの？気分はどう？死にそうだったんでしょ？ああ、はい。もう大丈夫です。ご心配おかけしました。まあ、足取りもしっかりしてたから、星名の心配はそんなにしてなかったけど、あやちの方は？ああ、それはその…お、俺よりもあやちさんの方が体調を崩していたみたいで、休んでます。そっか。確かに変だったからね。早退するの？少し休んでから戻ると本人は。そうだといいな。実は君らオカルト研究部に頼みがあってさ、うん、放課後ちょっと時間を空けておいてほしいんだ。うん。先生がおかけに？何？もしかして悩み相談って学生限定？いえ、そんなことはないですけど、先生が学生を頼るなんて珍しいと思って。まあね、本来なら教師として学生を頼りにするわけにはいかないんだけど、今回はちょっと例外的なことが起きてね。うん。ぜひともあやちに頼みたいことがあるの。ああ、ついでに星名にも。教え子を傷つけて楽しいですか？星名は反応がいいからね。まあ冗談はさておき、とにかくあやちの体調に問題がなければ放課後にお邪魔するから。わかりました。あやちさんにも伝えておきます。よろしくね。お、帰ってきた。帰ってきたよ。どうした？大丈夫か？お前がサボるなんて。一応サボったんじゃなく体調不良なんですけど。あれだけ足取りも口調もしっかりしてて何言ってんだか。確かに傍から見てるとどう考えてもあれは体調不良の雰囲気じゃなかったよね。そういう決めつけは良くないぞ、二人とも。ま、星名がくだらない理由で授業をサボるとも思えないから、何か理由があったんだろうけど。にしてもだ、あやちさんを連れ出したのはまずかったんじゃね。やっぱり教室に戻ってから視線を感じるもんな。うまいことやったもんだってみんな思ってるぞ。そういうのじゃないんだけどな。そういえばあやちさんはまだ帰ってきてないけど。ああ、それがどうも俺よりも体調が変だったみたいで今は休んでる。確かになんか変だったもんな、彼女。大丈夫なの？星名もあやちさんも。俺の方は今はもう平気だ。図書室、じゃ保健室で軽く居眠りしたからかな。寝不足だったのかも。ああ、あるよね、睡眠不足からの頭痛って。どうしようもなく気分も悪くなるし、大変なんだよね、あれ。あやちさんの方も休めば大丈夫とは言ってた。心配はしなくていいと思う。ならいいんだけど。さてと、さっきの授業の片付けを、さっきの授業のを片付けてしまわないと。あの後、廊下を掃除したあやちさんは？すみません。保健室で少し休んでいきますから。と、俺と別れた。だいぶへこんでたけど、なんか後を引きそうだな、これ。授業終了のチャイムが鳴り、俺はカバンに道具をしまっていく。すでに帰り支度を終えて、教室から出ていくクラスメイトもちらほら。それじゃあお先に。今日もバイトか、お疲れさん。ありがとう星名。でも平気、あのお店のバイトは楽しいからね。それに
ギターの道具を変えるのも嬉しいし部活が忙しいのかもしれないけど、機会があったらまた来てよ。サービスするからさ。サービス、しかもあの制服姿でサービスって言われるとなんかエロい気がする。で、どんなサービス？ギター始めてから握力も上がってるから、ウェルカムアイアンクローでいい？わーい、いいサービスだな。現役学生のメイドさんにアイアンクローをしてもらえるサービス、それはそれでお金になりそうな気が、お金になりそうな気もする。まあそのうちまた顔出すよ。ブレンドって美味しいから、それにカリアの可愛いおしとやかな姿を見られるのはあの店だけだもんな。普段はガサツみたいな言い方が気に入らない、けどま、待ってるよ。それじゃね。相馬さんによろしく。カリアに別れを告げ、俺は席から立ち上がる。そして教室を出る前に綾地さんの席を見た。結局戻ってこなかったな、綾地さん。さっきのはかなりショッキングな光景だったからな。うん。いや、よくよく考えると最初のオナニーの光景も十分ショッキングだったかも。カバン持って行ってあげた方がいいかな。いやけど男の俺が触るのも良くないよな。しまったな、カリアが帰る前に頼めばよかった。頭を抱える俺の前で教室の扉が開かれ、ようやく綾地さんが戻ってきた。あ、綾地さん、もう平気？大丈夫なの？はい、ありがとうございます。もう平気ですから。そっか、よかった。綾瀬さん、なんていうか。え、何ですか？またもや主人公スキル発動？いや、わかった。うん、なんでもないです。それより綾瀬さん、今日も部活をするんだよね。実は久島先生から言われてることがあって、部室に相談に来るらしいよ。久島先生が？そう言われた。だから部活に行こう。先に行ってください。私は今日はちょっとそのゆっくりとしか動けなくて。せやな、パンツがぐちぐちやぐちょぐちょやからな。え、もしかして体調が？それとも怪我とか？いえ、そうじゃなくてですね、そのスースーしますから。脱いだんだ。スースー？スースー。なんでなんやろ、そういうエロ系の寿司屋でエロワードにひたすら反応しとって、エロの感性がたくましいのに、こういう時にはやっぱり鈍感系主人公スキル発動するんだよな。ですからスースーっていうのは、今スカートの下には何も履いていないノーパンで、だからスースーするということで。おい、教室でそんなこと。待って、落ち着いて、部活もあるから。だって星野くんが私を恥ずかしめていじめるから。俺は何もしてないよ。ノーパンだからスースーするなんて恥ずかしいことを口で説明させたじゃないですか。ここは自爆だったよね。いや、まあ俺の返答も良くなかった。ごめんなさい。謝るから落ち着いて。今日は久島先生との約束もあるから、できれば部活をさ。
気にしないでいいから。それよりも突然衝動に襲われた時、何かこう自分を抑えられるような秘密兵器とかあるといいのに。これをやったら魔女のあれの意味がなくなるやん。秘密兵器ですか？俺も具体的なアイディアは思いついてないんだけど、玩具的なアイディアは思いつきそうだけどな。秘密兵器、ちょっと考えてみます。まあすぐに答えは出ないだろうからな。それじゃあ俺は先に行った方がいいんだね。なんか大変だね。ちょっとでも裾がめくれたら大変なことになる。いや、下着が見えるだけでも大変なことだろうけど。というか、あやつさん。あ、はい。スカートの下に体育の短パンとか履けばよくない？今日体育あったよね。あ、そういうことはもっと早く言ってくださいよ。やっぱり私を恥ずかしめて楽しんでます。意地悪ですよ。楽しんでなんかないってば。だいたい早く言えも何も今聞かされたことなのに。